超過動ガール1、6はイスターによる日本の漫画。コミック配。同志休館後は月間アクションにて連載された。大好きなアニメのフィギュアを買った青年となぜか動き出してしまったアニメのフィギュアの奇妙な日常を描く夫婦生活ギャグ漫画。2017年9月よりニコニコ性がない月間のアクションで続編となる超歌道ガールズが連載開始。 その後、月刊アクションに移籍し、2018年11月号より、連載中。二次元を愛する健康で有料なオタク社会人坊、井田春人。一人暮らしを始めたのを機きに自分が大好きな、SF アニメ、少女惑星探査のヒロイン、ノーナのフィギュアを購入すると、なんとそのノーナが動き出した。原作における、ある時点での記憶しかなく、当初は状況を把握できていなかった。 ノーナだったが、自分がフィギュアであることと、ハルヒトに愛されていることを知り、ハルヒトと結婚までしてしまう。その後、ハルヒトは、ノーナが動き出した原因を探ろうとフィギュアを買ってくるが、買ってきたそのフィギュア、やはり大好きなゲーム、ドラグリウスサーガ4のヒロインベルノアまでも動き出してしまい、さらには、ハルヒトと共に、ドラグリウスサーガ4の世界へ入ってしまう。ノーナの戦闘形態。 DP システムの助力もあって、裏ボスを倒し、戻ってきた一行はさらに別のフィギュア、別の世界への門を開く能力を持つくさびと対面する。彼女は、春人の親友、冠聖二郎が主人であった。彼は、自分が教授してきたオタク文化の恩恵に対して、動くフィギュアの秘密を解き明かして時代へ渡すという恩返しをすることが使命だと考えており、 その考察を深めるために、彼が持参してきたフィギュアもまた動き出す。そのフィギュアとは格闘ゲーム、ストライキングフィスト3の10の原スバルで、やはり春人の好きなキャラクターである。作品の設定が現実に近く、オタク趣味も持っていたスバルはすぐに順応し、他の2体と共に、現実世界での日常を送る最中、ベルノアとスバルは原作での因縁に決着をつけるなどし、 ハルヒトとの距離を縮め、さらには、ソーシャルゲーム、平気娘ウォーズのキャラクター、人を観流も仲間に加わる。ノーナも、自分のことも話の結末もよく知らないままでは、ハルヒトが愛してくれたノーナではない、という考えをハルヒトに話し、ハルヒトは見せないようにしていた、少女惑星探査の最終回を一緒に見ることを決める。その結末とは、ノーナの任務が同じような星から、 同じように旅立った脳内コールとお互いの星を滅ぼすために戦うことであり、地球で親しかった麦わら帽子の人の記憶も架空のもの、最終的には後継期が平和に出会うことを願いながら、グレーグーによってお互いに消滅するというものだった。その場では軽く流してみせた脳ナだが、脳内コールを差し置いて一人だけ幸せになることはできないと考え、 彼女と友達になるために、くさびの力で、アニメの最終回が収録されたディスクから、最終話へ入り込み、退路を断つためそのディスクを次元爆弾で破壊してしまう。春人は、同じ時間、別の場所を描く場面のあった全館を経由して、ノーナを迎えに行くが、彼女は脳内コールと出会っていないにもかかわらず、グレーグーに蝕まれ始める。ストーリーは覆せないと定年を見せる。 ノーナに、ハルヒトは、ノーナの死が受け入れがたく何度も最終話を見たことを、語り、自分こそが、麦わら帽子の人で、進化した後法を用いて、ノーナを迎えに来たという結末に上書きし、ノーナを救う。一方、ハルヒトの部屋では、ベルノアと同時に買ってきていた、ノーナイコールのフィギュアが動き出していたのであった。1、6のその後の話。ノーナたちは、ハルヒトので、くさび、 リンドノウナイコールは、聖二郎の下で、それぞれの日常を過ごしていた。ある時、春人たちは、新たな動くフィギュア、アパシア考える人と遭遇する。続いて、彼女らの仲間であるアカシックユメカさんにより、ベルノアが眠ったまま目覚めなくなる。ユメカは、夢の中で、ベルノアを幸せにしようとしたのだが、春人がそれを良しとしなかったため解放されることとなった。 その後、スバルの誕生日動画を撮るため聖二郎たちと外出したスバルは林道と共に途中で車から飛び降りる。スバルがストライキングフィスト3で飼っている文太にそっくりな猫を見たためだが、その猫はアパコたちの主人、聖会、憧れの飼い猫だった。彼女は春人の妹、美コの友人で春人に片思いしていたが、それらの関係を全く知らないまま。 スバルたちは憧れと知り合い、憧れはフィギュアながらも恋がたきであるはずのスバルに同情を寄せる。スバルの出本には現実と比較的近い世界の出身であることから周囲の間を取り持とうとした気苦労や春人に誕生日を忘れられたと思い込んで拗ねていたことも一因となっていたが、春人は誕生日プレゼントとして文太を用意しており、 新たに動くフィギュアの仲間入りをする。春人たちがガラテアのかけらの考察を深めたり、彼らの預かり知らぬところでガラテアのかけらのことを知る謎の外国人女性が現れる中、春とはルーに対して過保護に振る舞う押し置きとして、ルーともどもくさびにゲームの中に閉じ込められる。ゲームの中で生活するうち、春人は ルーのことを娘のような存在であると告げ、ルーもそれを受け入れるが、ゲームの外で様子を見守る、くさびたちの前に、新たな動くフィギュア、ダイダロスが現れる。彼女は動くフィギュアを冒徳と断じ、くさびたちを封印しにかかるが、帰り討ちにされる。彼女もまた憧れのフィギュアであり、独断で憧れの恋敵であるノーナたちを始末しようとしていたのだった。恋の幸は、 テレビアニメ版の声優。2019年4月から6月まで、東京 MX 他にて放送された。同じ双葉社作品原作の、女子カウナマ、信長先生の幼妻を、同時間帯で連結した、双葉ニメ、として放送された。制作を担当するスタジオ ACAT が手掛けた、フレームアームズガールと同様に、ミニサイズのキャラクターを基本的に、 3D モデルで動かし、部分的に手書きを用いるスタイルをとっている、超可動ガールズに関するカテゴリー。ありがとうございます。